長野恵理子です。英会話全般を担当させていただいています。3歳の小さいお子様から、英語をもう一回やってみたいという大人の方まで、担当しております。英語の先生を志したきっかけを教えてください。私の親戚がイギリスですとかオーストラリアに、私が小学校の時に行っていたことから、割と英語が身近にありました。その中で中学から英語を本格的に勉強し始めて、大学を、英米文学科というところで英語の勉強しました。その中で留学と重ねるうちに、自分で楽しく学べたことを、同じように英語に興味ある人たちに教えられたらなと思って、この仕事を選んでいます。今、英語のコースで力を入れていることを教えてください。じゃあ登場してもらいましょう。はい、息子さんです。はい、お名前教えてください。長野圭です。はい、じゃあ、英語先生、息子さんが出てきたということで、はい、今どういうことに力を入れて。はい、特に小さい子で英語をやっている子たちには、実用英検の前の段階として今ある英検ジュニアという、いわゆる資格試験の方にみんな挑戦してもらっています。で、はい、長野圭君は何の級に受かりましたか？ブロンズはい、ゴールド、シルバー、ブロンズと金、銀、銅とある中で今ブロンズに挑戦しました。ブロンズはどうでしたか？難しかった。でも楽しかったですね。はい。はい、じゃあ金くんありがとうございます。バイバイ。バイバイ。バイバイ。大人の生徒さんもいらっしゃると思うんですけど、大人の生徒さんはどういうレッスンを心がけてますか？大人の方に関しては基本的にやっぱりみんな英語を話してみたいっていう思いの方がすごく多いので、基本的にまず自然な速さで話されている英語を聞いて自分の口から言うという、そこのアプローチから始めています。それによっていわゆる今まで皆さんが学校でやってたような文法から入って単語を覚えてということよりも、まず聞けるようにする。で、聞けるようにするためにはまず自分が言えれば聞けるようになるという、そのアプローチを今大事にしております。やっぱり皆さん話してみたいっていう方が多いので、そのアプローチですごく耳が海外ドラマでも聞けるようになったですとか、言ってることが少し分かるようになってきたっていう方がすごく多くいらっしゃって、私の方でも達成感をすごく感じられて、一緒に成長してるという感じで楽しまさせてもらっています。趣味は何でしょう？テニスが趣味です。今育児と仕事とテニスの3つのバランスを頑張ってとっております。発表会を英語コースでも参加しました。はい、その時の思い出、はい、で教えてください。正直言います、私英語の発表会というものの指導が初めてだったんですけれども、子どもたちもすごく前向きに英語の発音に特に注意しながら取り組めたことがすごく達成感がありました。また MC ジョイアスのすごく強みだと思うんですが、急に本格的なサックスの方が現れたり、あと工藤さんとですね、代表の長野さん含めて全部楽譜を起こしてくださったり、そういった皆様のお力をお借りして、いわゆる英語を使った総合芸術といいますか、すごく五感に刺激のあるなんかアートを作り上げたというような、すごく達成感を感じられました。それはやっぱりこちらの MC ジョイアスの強みだと思いますし、私自身もすごく学ぶことがあり、発表会を無事に仕上げられたということはとても大きな喜びでした。この動画を見た方々全員に、はい、先生からの最後の一言、はい、メッセージですお願いします。はい、英語を使うことによって日本だけではなく世界を見る
機会を得ることができます。英語を通じて広い世界を見られるようになるお手伝いをさせていただけたらと思います。ぜひお気軽にまずは体験だけでもお越しください。お待ちしております。はい、カット。